改めて自己紹介しておくわね。私の名前は白霊レーム。一応の肩書きは白霊の猫だけど、要は手のいい便利屋みたいなものよ。弱きを助け強きをくじく反逆の英雄鬼人聖者だ。すまんがお前になど一切興味はない。はじめまして、いざよい咲夜ですわ。普段は高魔感の主であらせられるレミリアお嬢様にお仕えしているの。弱きを助け強きをくじく反逆の英雄鬼人聖者だ。すまんがお前になど一切興味はない。
私は山原の山城高根、商売、工事、得意分野だね。ニトリよりは力になれるよ。了解、レティホワイトロックよ。雪のお姉ちゃんって呼んでもいいわよ。you
是非局直長より来た指揮兵器山田ナドゥと申します。あなたの命運私がお預かりしましょう。水橋パルス、橋姫よ。指定妖怪がたまに遊びに出てるみたいだから連れ戻しに来たわ。水橋パルス、橋姫よ。指定妖怪がたまに遊びに出てるみたいだから連れ戻しに来たわ。妖怪レティホワイトロックよ。雪のお姉ちゃんって呼んでもいいわよ。
お呼びかしら。私はフランドール、吸血鬼フランドールスカーレットよ。もしかしてあなたが新しいおもちゃなの？このモリア・スワコと遊びたいんですか？お姉ちゃんなのに？うわぁ！スクナ神妙丸だよ。あなたみたいな子分が欲しかったんだ。懐に潜り込んでるから里を散歩してみてよ。